秩父丸は日本郵船が保有した火脚船である。1939年1月に鎌倉丸と改名された。船名由来は秩父神社。日本郵船の保有船大刷新の目玉である浅間丸型客船の一隻として1930年に収益し、当時の日本に数少ない本格的客船となった。姉妹船は揃って、 北米航路に就航し、太平洋の女王と称された。また有事においては、航空母艦に改造することも計画されていた。秩父丸級との故障もあった。秩父丸は1939年に1月に、鎌倉丸と改名。太平洋戦争中は、日本海軍に徴用され、軍用輸送船の他戦時交換船としても、活動した。 1943年4月28日、フィリピン方面でアメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃により沈没した。1920年代後半、日本郵船は北米向けの太平洋航路の刷新のため、新造船による保有船の大規模な更新を進めていた。本船を含む浅間丸型は、その目玉として建造が計画された。 商業的に見ると、各国の大型客船と同様に採算が難しかったが、客船重視の日本優先の経営理念や戦時の徴用を意図した国防上の強い要請もあって建造が決まった。後に、秩父丸となる浅間丸型2番船は、はじめ川崎造船所に発注された。ところが、基本設計などが終わった段階で、 金融強行の影響により川崎造船所が経営難で創業継続に支障をきたしたため横浜選挙での建造に変更される1927年8月19日契約締結当時の横浜選挙は7000トン程度までの中型船の建造実績や川内型慶重二洋艦三番艦中等の建造実績しかなく本船が 初めての大型船建造の経験となった。日本郵船より、安倍五一を横浜選挙常務として迎え、安倍の指揮下で建造された。安倍を筆頭に、20名以上の技師や工員をヨーロッパに出張させ、材料調達や研究に取り組んだ。各種資材、客室装備、偽装等は輸入品だった。また、ワシントン海軍軍縮条約により、 航空母艦建造を制限された大日本帝国海軍は有事において大型客船を空母に改造することを計画していた。海軍は低新省を通じて浅間丸型の設計に関与し特に前後部の船倉口は航空機用エレベーターとなる予定だった。秩父丸は1928年2月6日に午号仙台で寄港。 1929年5月8日の浸水式は、見学した来賓2000名、観客2万名と伝えられる。秩父丸と命名されて偽装が進み、同年12月24日には、試運転、各種試験公開を経て、翌1930年3月10日に竣工した。本船は、当時の日本における最大級の客船で、 走行費は1193万円を要した。また、鮮明にちなんで船橋内には、秩父神社の神霊が法案された。本船は、姉妹船2隻と、基本的に同型だが、これら2隻は主記にスルザー型の2サイクル担当。ディーゼルエンジン4機を搭載し4軸にしたのに対し、秩父丸では、デンマークのバーマイスター ウェイン車製8気筒4サイクル副動ディーゼルエンジン 8840D150 型2機、2軸を採用した点で異なっていた。このディーゼルエンジンは1925年就航の同規模のスウェーデン客船、グリップスホルムに6気筒の B&W6840D150 型が搭載され良好な使用実績を上げており、 日本郵船もこのエンジンの搭載を希望した。建造所が変更になった際、B&W 型エンジンの経験がない、横浜選挙は、手記の変更を要望したが、B&W エンジンの輸入代理店で来選し、でもあった、三井物産からの大幅な価格引き下げ提案もあって、そのまま搭載が決まった。この搭載手記の違いから、秩父丸は、太い一本煙突となり、 姉妹船2隻が2本煙突であるのと外観上で顕著な違いを生じている。三菱は3隻が全く同型であると、その中の1隻に事故が起きるという迷信を避けたためと説明している。姉妹船2隻より500トン余り大きな17,526トンという総トン数は、竣工当時の日本客船としては最大だった。 また、船内装飾も姉妹船2隻と異なっている。2隻の内装は、クラシックデザインとして、英国ワーレン議論者に発注されたが、秩父丸は、モダンデザインを採用。高級客室部分は、英国ヒートンタブ社、皇室部分は、仏国マークシモン社、客室のうち2つにあった、日本館は竹中工務店が担当した。その後も1989年に、 藤丸が竣工するまで59年にわたり、日本客船史上最大の地位を保ち続けた。1930年4月4日、秩父丸は横浜とサンフランシスコを結ぶ北米向け太平洋横断航路に就航した。5500マイルを12日間と9時間14分で、総破、当時の太平洋横断新記録を樹立した。浅間丸から半年遅れで、 タ田丸よりは20日ほど早かった。浅間丸型客船は3万相当以上もある、大西洋航路の客船に比べると小型で、同時期に、太平洋航路に投入された、イギリスの客船エンプレスオブ、ジャパンやアメリカの客船プレジデント、クーリッジなどのタービン機関搭載のライバルと比べても、規模や速力で見劣りしたが、日本では、画期的な豪華客船ということで、 太平洋の女王と称された。秩父丸は順調に航海を重ね、1938年7月6日には、姉妹船2隻に先駆けて、太平洋横断100回を記録した。なお、サンフランシスコ航路は命令航路とされ、多額の補助金を投じて運航されている。また、日本海軍は有事において、浅間丸型3隻を、 特設航空母艦に改造する予定を立てており、その場合、浅間丸93隻と駆逐艦2隻で、第5航空船隊を編成予定だった。航空機や兵器の進化に合わせ、空母改造時の設計図は、毎年更新されていたという。1939年1月18日、秩父丸は、鎌倉丸と改名している。改名の背景には、 1937年の内閣訓令第3号によるローマ字公式表記の変更にあった。従来のヘボン式では秩父丸の表記であったのが訓令式では秩父丸になるところ、乳首を意味する英語の俗語、ティットと通じることが問題となった。1938年2月に一旦は訓令式に鮮明表記が変更された後、特例として ヘボン式表記に戻したが、最終的に低神章から、洗面変更を余儀なくされた。解明に伴い、秩父神社の神霊と変わって、鎌倉宮の神霊が、船橋内に法案された。1941年1月23日、野村義三郎中米大使は、鎌倉丸に、乗船、対米交渉のため、アメリカ本土に向かった。日米関係の悪化により、 同年7月、サンフランシスコ航路は休行となった。8月17日、鎌倉丸は神戸に到着し、サンフランシスコ航路最後の航海を終えた。本船が神戸に帰着した1941年8月17日、同日付で、鎌倉丸は日本海軍に徴用された。前述のように航空母艦への改装候補でもあったが、戦例が、 やや古いことやディーゼル式で速力に余裕がないことを考慮して見送られている。本型三隻用に開発されていた偽装は、日田丸急華客船、大高型航空母艦三隻日田丸、八幡丸、春日丸の空母改装時に流用された。特設運送船となった鎌倉丸は、太平洋戦争勃発後、主に南洋諸島方面への辞任や重要物資の、 輸送任務に従事した。自衛用の武装として、船首と船尾の砲座に火器が据えられたほか、敵潜水艦や魚雷のスクリュー音を探知するための水中超音機も装備されていた。優れた速度を生かせば、敵潜水艦の攻撃を回避できると期待されたことや、高速護衛艦の不足から、護送船団には加入せず単独航海をすることが多かった。 護衛がつく場合もあり、1942年6月29日には、最新鋭の秋月型駆逐艦一番艦、秋月に護衛されて、横須賀を出発。スラウエシ島を任するまで航海すると、7月17日に、佐世保に帰島した。交換船としての航海を終えて、横浜へ帰着した、鎌倉丸。シドニー攻撃戦士者の遺骨を出迎えるため、不当に、 人々が集まっている。戦時中の特別な任務では、1942年8月に日英交換戦として、本来の客船らしい航海を行っている。第1回日米交換戦では、日本側から浅間丸が参加していたが、日英交換戦では、鎌倉丸が、竜田丸と共に、日本側を担当することになった。 7月25日、一時的に海軍から徴用を解除される。原則に、日の丸、船体各所に交換船であることを示す白十字の識別塗装を施され、船尾と上部構造物側面には白十字の識別標識が取り付けられた。船体は上部が白色、下部が黒色の平時に近い塗装となっている。8月10日、乗客を乗せずに、 横浜から出港、神戸でスイス外交官を乗船。上海でイギリス領事館関係者や民間抑留者ら適正外国人903名を収容。シンガポールでもイギリス人3名を乗船させた。ただし、大内健治によれば乗船者総数は910名である。航海は順調で9月8日に交換地である当時、中立国であった。 ポルトガル領東アフリカの交換地、ロレンソ・マルケスに到着、乗客を下船させた。同地で待機していた、イギリス側の客船、シティ・オブ・カンタベリーから、新人領事官員等と日本人、合計867名、対王国人4名、ドイツ外交官2名、捕虜援助物資及び特殊船工程による、シドニー港攻撃で戦死した日本兵の遺骨を、引き取ると。 9月11日に帰都に着いた。特殊選考艇隊員の遺骨与柱は、鎌倉丸の陸民が製作した骨箱に収められた。シンガポールで日本人450名とタイ人4名が下船、香港で捕虜援助物資約1000トンを陸上げした後、10月8日に横浜へ無事に到着した。交換船としての任務を終えた鎌倉丸は、 1942年10月15日から、再び海軍徴用船となり、従前と同じ輸送任務に従事した。福井市雄によれば、鎌倉丸型各艦は、春日丸級、大高型、八幡丸、日田丸の空母改造が終了次第、浅間丸級を逐次空母に改造する予定であったという。しかし、三隻とも空母に改造される機会なく、沈没した。 1943年4月15日に、神戸から馬陸パターンへ向け出港したのが、最後の航海となった。佐世保に立ち寄り、平島型不設定4番艇、高島に護衛されて4月19日16時出発。佐世保出港時の乗客は2234名と、兵員約5 0 0名、物資3000トンだったという。22日午前中、2隻は、 最初の経由地高尾に到着。マニラに寄港するまでは、護衛艦が随伴したが、高島の最大発揮速力は14ノットで、本船も13ノットに速力を落とさなければ、ならなかった。第一海上護衛隊と協議した結果、高島は別の船団を護衛して内地に寄港することに、決定。マニラ以後、23日以降は、単独航海に切り替え。 27日もしくは30日のバリクパパン到着を予定していた。安全と見られていた、スールー海に入り18ノットでバリクパパンを目指した。生存者によれば、駆逐艦一隻が28日午前0時まで護衛していたという。4月28日午前2時頃、パナイ島。 ナソミサキ南西30海里付近に差し掛かったところで、浮上接近してきたアメリカの潜水艦ガジョンの発射した魚雷2発が鎌倉マルゲンに命中した。日本側上院は攻撃を受けるまでガジョンを察知できず、飛来後に自衛用の砲を発砲している。浸水は救命艇を下ろす間もなく急速に進んだ。午前2時15分、鎌倉マルは、 選手を棒立ちさせて沈没した。沈没地点記録、パナイ島、ナソミサキ約5マイル北緯10度25分、統計121度50分、北緯10.417度統計121.833度、10.417121.833。米軍潜水艦は生存者に砲撃と、機銃走者を行った後、幾名家を捕虜として戦没したという。 生存者は海面に残った救命艇2隻と天魔船1隻、イカダなどを頼って漂流した。本船は単独航海であったため遭難地点が特定できず、救助が遅れた。5月2日、捜索中の日本海軍機が救命艇を発見。特設砲艦の基礎丸、武将丸と特設総海艇の第二家丸によって、救助活動が行われたが、 マニラ出港時の乗船者、約2500名のうち収容された生存者は465名だけであった。大内健治によれば、乗員を含む死者は2176名で、太平洋戦争中の日本輸送船で13番目に死亡辞任が多い事例となった。鎌倉丸沈没の報告を受けた、高松宮信人親王は、 輸送と護衛の不一致組織派じぎじぎにかかる事故を生、ゼシムルシュ原因なり、即2回、陸、民船を統制し、護衛と一手に、実施完成する組織を作ること寛容にして、先遣い軍内にての統一を断行、せざるべからずと総括している。ありがとうございます。